ちは。今日はビーズのブローチを作っていくんですけど、その前に私が持ってるビーズの紹介をしていこうと思います。めっちゃ汚くてね、これ丸大ビーズですね。これも丸大ビーズで、これもね丸大ビーズで、丸大ビーズは結構使いやすいのでね、めちゃくちゃ使ってるんですけど、他のものは全部丸小ビーズですね。で、一袋でドーンって買ってるんですけど、まあなかなかね、丸小ビーズは時間かかるので、何をするにも。なんで、こう袋のまま置いてる状態なんですよね、今。でもこれもね、開けたら使うと思うので、開けて、なんかこの箱の中でね、一目でパンと分かりやすいように収納していけたらなとは思ってるんですけどね。なんかそうやってたらね、こう置きかけのやつが出てきたんですよね、このマルショービーズ。なんか使ってるんですよね、これは。こんな感じで、これだいぶ使ってますね。なんか原色とかも可愛いですよね、この赤とか。こんな感じでね、こうぐしゃぐしゃにねとか収納してます。で、この収納ボックスは前に毛糸を収納してるボックスの小さめを買ってます。サイズはこんな感じですね、はい、こんな感じで作ってます。で、今日はちょっと作り方っていうより作どうやって作ってるかっていうものだけ紹介していこうかなと思っています。っていうのもね、材料と道具がなかったんですね、ちょっと行方不明で。で、今日出先でセリアがあったのでちょっと酔ったんですけど、その2つなかったんですよね。で、2軒目回ってもなかったんで、ちょっとまあちょっと次回になります。でも多分ね、ほとんどの方が分かると思うんでちょっと説明していきます。これちなみにさっきあったビーズの中のめちゃくちゃたくさん使ってた紫のねビーズです。ちょっと結構ね可愛いんですよ、この色。ちょっと色が飛んじゃって分かりにくいかもしれないんですけど。で、これはちなみにキャンドゥのビーズですね、これも。で、これはねちょっと今編んでたものなんですけど、こうやってね2サイズ全部色をね一つずつもうセットで見本として置いてるんですよね、私。でもこれはね、ちょっと物ないのって言われて、で、売っちゃったから、ないから作ったんですよね。で、これもね、この大きいサイズまで売っちゃったから、これしかなくて、見本として置いときたいなと思ってね、ちょっと置いてるんですけど。で、これもね、ちょっと作ってみました。これはキャンドゥのビーズで、で、周りをね、ちょっとパールっぽいもので編んでみました。これはね、なんていうんですかね、こう比べると、ペタンとした感じで作り上げました。こっちはちょっとぷっくりした感じになってますよね。わかるかな？って感じで。で、これもね、この裏を、この金具はね、ダイソーで、購入した金具なんですけど、こういうピンになってるんですよね。で、私このすごいこの色が好きなんですよ、このアンティークっぽい色。これがね10個入って100円なんですよね。これをね結構大量に買っててめっちゃ可愛いなと思って。で、これをねこのフェルトはセリアで買いました。普通のフェルトじゃなくて、薄いフェルトじゃなくて、分厚いフェルトがね、結構これぐらいの、サイズでね、売ってるんですよね。1枚だけで入って。それをね、丸い形にカットするんですけど、その時に使ってたものが今ないんですよ。どっか行っちゃって。で、それはね買おうと思って、両方なかった、このフェルトもなかったし、で、この道具ですよね、道具も
セリアで売ってるんですけど、それもなかった。で、3店舗ぐらい行ったのかな。で、そのうちの1店舗は、何ですかね、リニューアルオープンっていうか、棚卸しって書いてたかな。棚卸しのためでね、なんか閉まってて、で、あと2つはなかったんですよ、普通に。で、その棚卸ししてるところに、で、買ったんですよね、その道具と。だからお店によって、その、取り扱いがなかったりとかもすると思うんですよ。なんでね、私もそこの棚卸しのとこで一番1軒目ね行ったんですけど、なかった、って感じなんですけど、まあ、自分がなくしたから悪いんですけどね。で、それをね、そのダイソーの金具をこうね、ダイソーの糸でポリエステルミシン糸ですよね、これをね、20で2回ずつ4点ねやってます。で、まあ、それとね、このビーズをこう合わせてグレーガンでね入れてます。貼ってますね。こんな感じでこういう風に作ってます。まあ、ほとんどの方ははいはいって感じだと思うんですけど、まあ、でも初めてやられる方はちょっとわからないかもしれないので、まあ、やっていこうと思います。ちょっといつになるかわからないんですけどね。こんな感じでね。まあでもちょっとでもね、参考になればと思って今撮ってるんですけど。こんな感じで。これはね、この色がなかったんですよ、この色。売り切れで。なんで、やめなしですよね。これでやってます。でもこうしたらもうわからないんでね。まあ私だけですよ、この気にしてるの、色。で、ちなみにこれはね、あれも上にリンクで貼っておくんですけど、編み方、過去に動画にしてるんで、この編み方はね、びっくり花、それをまあ中心空いてますよね、空いてるんで、これは2段編んでるのかな、2段編んでます。ぐるっと、あ、このビーズの編み方もね、このビーズの編み方、前に前って最近ですよね、ビーズのガムの口編み始めましたっていうところでね、どうやって糸を引っ掛けてっていうのも言ってるので、ちょっと上のリンクを見ていただければと思います。感じね、これもこういう風にね、円をカットして、で、縫い付けて、それをピタッと貼ってます。これもですね。で、この糸はちょっとね、冬っぽいんで、なんか今からされる方はちょっと夏っぽい糸に変えてやられるといいのかなと思います。糸でだいぶなんか雰囲気変わりますよね。で、ちなみにね、これは何て言うんですかね、編む段数を変えてるだけなんですよ。で、見られる方が見たらもう一目でもう最初から分かってられると思うんですけど、ちなみにね、これ編んだんでちょっと見やすいと思うんで言っていくと、こっちのちっちゃい方は、まあ、キャンドゥのビーズで使った場合ですよね。で、私はなんですけどね、私は根元に2個入れて、で、1、2、3で、また増やし目、1、2、3増やし目のところで終わってます、ちっちゃい方は。で、こっちはその1つ大きめのものですよね。だから根元から1、2入れて増やし目、1、2、3、4増やし目のところで終わってます。で、この本当は3サイズ作ってたんですよね。で、なんでこの同じ色でサイズを変えてやってるのかというと、なんかね、こういう風に紫と白で合わせてね、つけても可愛いし、紫と黒も可愛いし、みたいなね、まあ、白と白でもいいですよね、こうちっちゃい大きいで、こういう風にね、重ねてかな、まあ、こうでもいいですよね、白と黒もいけますよねっていう感じでね、いろいろ遊びるんですよね、黒と白と紫みたいな、こんなも可愛いしと思って、いろんなサイズっていうかね、3サイズ作ってたんですけど、まあ、3サイズってなんか混乱するかなと思って、
まあ、Gサイズで収まりましたね、私は。で、なんかこれとね、これはさっきお見せしたインターネットで購入したビーズなんですけど、なんかそのキャンドゥのビーズと比べるとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ちょっと大きめなんですよ、一粒が。なのでこっちよりは段数は出ないんですよね。多分1段少なかったりします、こんな感じに。なんでちょっとあんまり見たくないっていうかねなんていうんですか、すぐ大きいものが作れる方がいいわって言われる方は、まあ、毛糸と一緒ですよね。大きい粒を丸大、同じ丸大ビーズとして売ってるんですよ、こっちも丸大ビーズで。だから早く大きいものが欲しいって方は、1個買ってみてですよね、1個買われてみて、多分メーカーによって若干の違いがあると思うんで、なんかそのサイズでいいわって思われる方はそこのメーカーでね2個目も購入されていってみたいな感じで、なんか1回にドバッと買うと失敗したらもうもったいないですしね。同じ丸大って書かれてるから私もわからないんですよね、手元に届かないと。でもこれはもう1回買おうかなって思うんですよね、めっちゃ気に入ってるんで。もうないしでね、もう1回買いたいんですけど、ちょっとどこで買ったのかちょっと今分からなくてね。で、分かったらご紹介しようかなとか思うんですけど、ちょっと私もねだいぶ前に買って忘れちゃってるんですよね。なんでちょっと探して、もしあればご紹介するかもしれません。こんな感じで、まあ、分厚いフェルトいいですよね、こんな感じにやってます。そうですね、まあで一目で分かるわって方もおられるんですけど、まあ、初めてやられる方のためにね、まあ、最初から編んでいこうとは思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとでも参考になるものがあればいいなと思って今回もちょっと撮ってみました。あ、それとね、ヘアゴムも作ってみたんですよ。でキャンドゥのなので作ってね、こうやって穴開けて通してで中でくくってから、このものとビーズをペタンと貼ってって感じですね。でこれもね、いろんな色で作ってみました。こんな感じで、これはキャンドゥのビーズですね。でこれはねダイソーで購入したビーズなんですよ。売ってますよね、これぐらい大きいの。結構大きめなんですけどね、なんか大きめだからこれいいかもしれないですね。これすぐできます。あ、でも出来上がりはどういう感じになるかちょっとわからないんですけど、これぐらいのサイズもね、このビーズだと結構すぐできるのかなって思います。うん、そうですね、こんな感じで。ヘアゴム可愛いですよね、こんな感じで。こうやったらなんか大変なんかも、なんか普通にねアップにした時とか可愛いですよね。でもね、サイズをもうちょっとちっちゃいものも作って、こういう風にね重ねてつけたりするのも可愛いのかなって思ったりちょっと考えてるんですけど、可愛いですよね、なんかキノコみたいなこういう感じで、ちょっとご紹介って感じにはなりましたけど、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。